さんこんばんは。トロンボンプレイヤーの大岩和樹です。都内を中心に演奏活動したり、たまにデザインのお仕事をさせてもらったりしています。今日は5月19日の火曜日でしたね。5月ももう半分過ぎてしまって、で、ね、いよいよ6月が目の前に見えてきたなって思うと、なんかあっという間だなっていう気もしてますけど、ね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。なんか自分はですね、最近もう本当にひたすらネットのブログ記事を読んでいるんですけど、もう家の窓際にですね、折りたたみのデスクと椅子と置いて、本当に1畳足らずなんですけど、それがもう1日始まってから終わるまでの生活スペースになってるんですよね今。もう朝起きて、でそのブログ記事を読み始めて、でちょっとお腹減ったなーって思ったら、ご飯食べて、でまたブログ記事読み始めて、でもう深夜の3時4時ぐらいに寝るっていう、もうとんでもない生活をしてるんですけど、なんかこんな時だからこそね、ちょっとまあインプットに、時間を回してみようかなと思って、生活してるんですけども、なんかね、そのずっとねいろいろ考えていて、本当にその家の中でね楽器が吹けないから、そのみんなみたいに、オンラインレッスンとかね、どうしたもんかなとか、そのね、配信ライブやるにしてもね、そのね、どうしたもんかなと思ってて、あれじゃないですか、やっぱりそのお金云々のね関係とかもあるから、なかなかこうね、足というか手が出なくてですね、で、まあ、そうこうしてるうちにこうね、SNS とか見るとなんかいろんな人がね、こう動画、そのすごいかっこいい動画とか出してたりして、もう本当に隣の芝生が青く見えるっていうのはこういうことかって、こうなんかねつくづくこう、感じてるんですけども、なんかこうね、自分の中でずっと考えてても解決しない問題があるなって思って、なかなかこう時間が過ぎていくばっかりで解決策が見つからないなって思って、で今日ちょっとレッスンをさせてもらっていた生徒さんに連絡したんですよ。自分ちょっと楽器も家で吹けないし、なんかこんなことしかできないけど、オンラインレッスンやる?みたいな、やる気ある?みたいな感じでちょっと相談させてもらったんですよね。で、まあ、そしたらその生徒さんから、まあちょっとね、実験的なんだけど、まあ、一緒に頑張っていきましょうよ、面白そうじゃないですかみたいなね風に、返してきてくれて、ああなんか相談してよかったなっていう風に思ってますね。ちょっとほっとしたというか、その今の自分の状況でもなんかやれることがあったんだと思って、なんか相談してね、その生徒さんが返事を返してきてくれて、ちょっと答えが見つかったというか、なんか今までのレッスンってこう先生がいて生徒さんがいて、でそれがちょっとその、まあ、一方通行的なイメージではあったんですけど、なんかね、その機能的なさ、オンラインの機能的な面とかも含めて一緒にこう実験していけるっていうのは、それはそれで面白いのかなっていうふうに思っていて、そんなことをね試していこうかなと思っています。で、あとですね、ちょっとこれは宣伝になってしまうんですけども、ちょっと先日自分のオンラインウェブショップの方に、著作権フリーで、
音源、過去に制作した音源を2曲だけ、上げさせてもらったんですよね。本当にあの5年前とかの音源なんですけど、その大岩の方に連絡いただけたら、もうフルの音源をお渡しするので、ま、あの自由にね本当に使っていただけたらなというふうには思うんですけど、もう本当にただ打ち込んだだけの音源なんでね、もしなんかそれを使って生演奏してくれる人とかがいたら、すごい嬉しいなって思っていて、ただちょっと今譜面がない状態なので、これ演奏したいんだけど譜面くれませんかって言ったら、もうそこで譜面あの書くので、なんかそういう人がいたら全然連絡ください。で、ショップの方では音源100円と150円っていう風になってるんですけど、このもしねご購入いただける方がいたら、システムの利用料を引いた全額をちょっと、こう寄付金に回そうかなというふうに思っていて、ちょうどですね、この曲を書いた時が東日本大震災のドキュメンタリー動画を作ってる時に作成した曲なんですけど、まあ、現在もその支援が必要なところがあれば、そのね寄付に回そうと思ってるし、そのコロナで今ちょっと生活が困難なところがあれば、まあ、そっちにね回そうとも思っているので、あのある程度こうまとまってからにはなっちゃうと思うんですけども、そういう風に思っております。というわけで、ここまで聞いていただいてありがとうございました。大岩和樹の YouTube チャンネルがありまして、そっちでは、演奏動画も上げてるので、よかったらこう覗いていただけたらなというふうに思っております。まあ、放送の質問とかメッセージとかは、こう概要欄の連絡先から、お気軽にね連絡いただけたらなというふうに思っております。そのショップに上げてる音源もちょっと YouTube の方に上げておきますね。気軽に聞けるように、しておきますので、よかったら聞いてもらえたらありがたいです。それではトロンボンプレイヤーの大岩和樹がお送りしました。なかなかねこう先が見えないですけども、頑張っていきましょう。それではおやすみなさい。またねー。